皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日はライフルスコープのご紹介ですね。 ANN さん、 ANN オプティカルさんですかね。はい、ライフルスコープをご紹介したいと思います。可変ズーム防水加工ですね。はい、で C グリーンコートレンズ、ローマウントリングということで、これキルフラッシュ付きでですね、およそ2017年5月現在で6300円ぐらいですね。はい、で購入いたしました。ものすごく評価が高いんですよ、こちらで。まあ評価見てね、いくら安くても2000円だろうが3000円だろうがね、悪いやつは買いませんので、今回は本当であればね3000、4000ぐらいに収めたかったんですけど、こちらの方がものすごく良かったのでこちら側にしてみました。では箱から、お見せしましょう。ちょっと光沢面ごめんなさいね。 ANS オプティカルさん、はい、こういった感じになっております。なんかここら辺の模様がかっこいいですよね。うん、こういうタクティカルベストがあるよね。でここに薄いかな文字が、はい、ライフルスコープ可変ズーム書いてありますね。ハイエンドモデル、ロータイプマウントキルフラッシュ付きということですね。こんな感じになってます。はい、で内容物を確認していきましょう。まずじゃあ取説からですかね。いつも通りこのような感じの取説が付属しております。はい、対物レンズ、接眼レンズ、マウントリング、ヴィンテージダイヤル、エレベーションダイヤルって書いてあって、説明書きが親切にされてますね。はい、ヴィンテージダイヤル、はい、左右の調整ダイヤルね、左または右の表記の方向にレティクルを動かすときに使用します。で、エレベーションダイヤル、もうエレベーションって聞いた時点でわかりますよね。上下の調整ダイヤル、はい。上または下表記の方向にレティクルを動かすときに使用します。はい、でライフルへの取り付け方、マウントリング下部を重機についているマウントベースに取り付けます。スコープの取り付け部の幅に合わせておく必要があります。スコープを乗せてマウントリング上部にて軽く固定します。覗いたときに影ができないようにスコープを前後にずらし適切な位置に調整します。はい、覗いた時に影ができないようにってことですね。はい、スコープの位置が決まったらマウントリング上部を強めに締めて固定します。マウントリングとはこれのことですね。このスコープを止めている挟むものですね。上部を強めになんだね。僕は一応これ六角が付属してたんですけど、筒状のものなので強めにやると変形しちゃうのかなと思ってこっち側で締めちゃいました。やっぱりこっち側で締めて確実にね、がんじめした方がいいのかな。そして、ゼロイン調整ありますね。スコープを取り付け初めて射撃する場合はゼロイン調整をします。ダイヤル操作で対応できる調整は範囲が限られております。大きく着弾点と照準点がずれている場合はスコープ全体を調整し着弾点と照準点を合わせますと、あとモヨモヨって書いてありますね。はい、で、便利な機能として、ズームダイヤル、イルミネーションダイヤルって書いてあるんですが、これはついてないですね。はい、こちらの説明は型式により性能が大きく異なります。これは違います。はい、でまあこういった感じなんですけど、あとは、まあ、裏面はありません。はい、でまあこれはちょっとシワシワだね。こんな感じの表記ですね。であと紙類はこれですね。回さない、キルフラッシュ取り付けができなくなります。はい、キャップを回しながら取るのは×ね。でまっすぐにキャップを引っこ抜いてくださいよ。硬い場合は本体を回転させながらキャップはまっすぐに抜く。どう違うんだ、本体は回転させていいけどキャップ自体をぐりぐり回して取っちゃダメだよってことなんだね。おお、どういうことなんでしょう。はい、お探しの画像はこちらでしょうか。うるせえよ。おめえに話しかけてねえよ。
お探しの画像、どういうことなんでしょうっていう、Google さんがどういうことなんでしょうっていう検索してくれましたね。大きなお世話だよ。はい、いきます。で、あと乾燥剤。こんなものが入っていて、キルフラッシュですね。はい、キルフラッシュ。こういった小箱に入っております。はい。蜂の巣みたいだよね。そして、クロス。メガネ拭きと同じような素材でしょうかね。はい。光沢があって綺麗な感じです。はい。そして、マウントリングと、もうスコープはね、エルクロに合わせてついちゃってるんですね。だいたいこんな感じかなと思って自分でつけてみました。はい。こちら側は、同じように注意書きがされてますね。はい。キルフラッシュ取り付けができなくなります。回さないってことですね。これを回して取らない。取るときはまっすぐか、こっちは固定して本体側を回すんだよってことですね。はい。で、こちら側、開きます。はい。で、逆側も、開きます。はい。で、ね、どっちだっけ？なんかどっちも暗くて見えないんだけど、どうすれば見やすいですか？皆さんに。こうですかね。うわ、ごめんなさい。ほんと見にくいね。どうやればハンディカムでお見せできるでしょう。こんな感じでよろしいですか？ごめんなさい。ほんとに見づらいね。はい。になり。ハンディカムにがっつりくっつけたらどうなるだろう。はい。こんな感じになって、ここはまあもうね、バネでカポーンと開くようになるので、これ便利ですよね。はい。で、あと調整できる幅として、ここ。まずはここ。さっきからぼやけてばっかりですね。はい、まずはここ。はい。で、この位置ですね。左右上下。で、来て、キルフラッシュは必要な時にもちろんつければいいかなといった感じでしょうか。はい。うん。で、じゃあこれは、どうすればいいんだ？普通に、まっすぐ取れるのかっていうと、ま、すぐ。はい。地味に抜けます。スポンと。今優しく。はい。回してませんよ。で、ここで、ネジ、切りされてるんですね。はい。で、こっち側ももちろんネジ切りされてるので、ここで噛み合うと。まあ、無理やりやらないで。ゆるーく。柔らかく、優しく。やると、はい、何のことなくはまりますね。うん。まあ、これやったら見えないじゃんよっていう方いるかもしれませんけど、まあ、別に見えますよ。はい、普通に見えます。またお見せするやり方が映ってないね。うん、ちょっと自分で見てみよう。はい、自分で見ると見えますね。カメ、ん？ハンディカム越しでほんと見づらいっすね。ちょっと上の方を見せてみよっか。あ、見えますね。今壁の質、壁の肌が、壁紙の肌質というか、すごいくっきり出てますよね。こんな感じで、しっかり、はい、見ることができます。ね。不思議ですよね。こっちから見ると黒なのに見えちゃうんだよね。なんか不思議。はい、こういった感じでですね。うん。では実際に、つけてみましょう。はい、という感じで、取り付け完了いたしました。順序逆になって今はもう試写やっちゃいました。ちょっと我慢しきれずね、打っちゃいましたね。はい。こういったちょっと場所の関係でなかなか回転しづらいんですけど、こういった感じにはまってますね。隙間は、
まあ、5、6ミリってとこでしょうかね、こっちはね。はい。ポジションによってはものすごく見づらい感じのポジションになります。うん。はい。で、これから打ってみたいと思うんですけど、なかなかね、ちょっと調整の方が、うん、時間かかっちゃった。まあ、初めてだからしょうがないですよね。はい。で、ここのネジの方は、説明書に記載通り、しっかり、締め直しました。はい。まあ、もちろんこういう締め方、こういう締め方で縦で締めるより、最初はこの締め方でいいんですよ。甘く締めて、で、一番最後にこっちで。で、こちらの方を持てば持つほど強く締まりますから、あまりにも強く締めると舐めちゃうし、ここにもちょっと凹む跡とかついちゃうのかもしれないです。ちょっとわからないですけどね。なので、気をつけながらそんなにね、バカみたく締めても、まあそうそう緩むものでもないと思いますので、次世代だったらね、緩む可能性ありますけど、まあスナイパーだったらそれほど緩まないのかなっていう、まあ予想で、あくまで予想です。はい。では、実際、打ってみましょう。はい、それでは、打ちたいと思います。またメガネが曇っているけど気にせずに打ちたいと思います。はい。では、セーフティー。うん、セーフティー解除。で、キャップも OK だね。はい。で、もう、かなり調整はしてあると思うので、あとは、うまく、打てればな、という感じでしょうかね。では、100ミリから、まあもう完全に軽く狙えますね、これね。いきます。はい。これ楽勝です。完全に合わせてあるんで。じゃあもう一回。100ミリ。うん。これはね、全然何でもないです。では、45ミリ。これも何ともないです。はい。さすがスナイパーですね。僕でも当たります。まあ、もっとも、6メートルないからね。当たんなきゃおかしいだよね。はい。で、もう一回。じゃあ45ミリ。当たります。もうちょっとでも、若干このマウントでポジション上げたいかなって感じはします。ここに頬付けして、ちょっと若干きついかなっていうポジションがありますね。もうここじゃきつい。こんぐらいでいかないといけない。で、自分で第三者的にどういうポジションになってるのかわかんないんで、なんとも言えないですね。はい。で、もうちょっと、じゃあ、ちっちゃいとこ狙いたいんですけど、45ミリが今、一番最低の枠なので、100ミリの下のラベル、白いラベル、あれ狙ってみよっかな。でも45ミリとほとんど変わんないっすよね、きっとね。まあいいや、じゃあ白いラベル狙ってみます。いきます。いけたと思う。当たったと思う。はい。こんな感じで、すごく当たります。多分これお箸でも当たると思います。はい、ものすごい見やすい。うん、あとはもう調整次第、ホップと調整の兼ね合いなんですかね。はい、先ほどちょっと語弊があったかもしれないですけど、こちらの方ね、上側がアップって書いてあるんで、これが上下で、こちら側が L って書いてあるんで、左右ですね。ちょっとさっき逆に言っちゃったかもしんない。はい。もう一回。結構ね、もうちょっと小さい的、もうちょっと遠くが打ちたいっていう欲に駆られますね、これね。では、どうしよっか。100ミリの、吊るしてある金属を狙います。100ミリの的じゃなくて吊るしてある S 字フックを狙います。当たったのか外れたのか今わかんないな。もう一回 S 字フックだからね。若干上の方狙おうか。じゃあちょっと紛らわしいから、
外しましたね。あー難しい。やっぱりアングラ細くなると難しいですね。もう一回、今度こそ狙いたいね。当たったんじゃないか。ちょっとよくわかんないけど、おそらく当たったんじゃないかなと思います。はい、今回はこんな感じでしょうかね。ちょっとマスクが思いっきりずれちゃいましたけど、はい、ということで、今回は ANS さんの ANS オプティカルさんのライフルスコープ、こちらの方をご紹介してみました。ものすごい使いやすい、初心者の僕でもだいぶ使いやすいのでおすすめです。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。